ジョイサウンドをご覧の皆さん、こんにちは、ニナリです。いや、皆さん春ということで、これから新しい出会いが始まる可能性、これ結構あるということは、そうカラオケのお時間ですよね。やっぱりね、恋愛において色の白さとカラオケの選曲のチョイスの良さは七段隠すって言われてますから、マジでカラオケの曲のセンスって大事なんですよ。ということで、まあ恒例企画ですよね。異性に歌われたら落ちる曲、こちらをまた募集してきましたので、こちらを紹介して、また私が歌います、またお前かいっていうやつがいたら、じゃあもうなんだでねカラオケで毎回こうリアコ確実に増やしてきてる節あるから、いつも男の子側から行くから、今日は女の子側から行くわ。で、照明ちょっとエロ目で行かせていただいてます。もちろんの話ね、うん、風になる猫の恩返しの主題歌だから、猫つながりで話広げられてる。猫好きに悪いやつはいない。歌いやすいし可愛い感じだし、知ってる人多いからおぬぬめ。これで男を落としたと言っても過言じゃない。うわ、お前一発目からとんでもない作詞来とるやん。怖っ。男を落とすと同時に猫好きかどうかも見極めようとするあたり、お前の本気度が伺えるわ。確かにね、風になるいいよね。風になる歌う女めちゃめちゃいいわ。盲点やったな。で、この歌を歌い終わった後に、ねえねえ猫好きって聞いて、うん好きだよっていう返事が返ってきたら、うん、じゃあミスターマックスに行ってからペットショップのところで猫を見に行こうねっていう意味わからん提案して告白させたいもんね。女子はリファの春風を覚えた方がいい。もうね、私これガチと思うね。リファのね、春風歌う女はむちゃくちゃいいよ。バンバンザイのみゆちゃんが歌ってる動画私見たことあって、マジで正直ごめんけど、こういう気持ちにはなったもんね。むっちゃええやん。だから気をつけてねって、みんな言いたいよね。バンバンザイのみゆちゃんも気をつけとってほしい。私の前で春風歌わんでね、脱ぐけね。一回しか会ったことないのに、この慣れ慣れしさやばくない？クリープハイプのナイトオンザプラネット、いやこれセンス良すぎるんだけど、おいめちゃめちゃいいじゃん。私ね、この曲確かに女の子が歌うのが最高だと思う。この曲知らない人いたらね、マジで聴いてほしい。マジでいいから、夜中に歌ってみーよ。もう私が男やったら一発激落ちくんですな。私の中の蚊帳を出てきて、そのまま家連れ込む、うん、普通に。あのなんか後ろにいっぱいポスターが貼ってる最近流行りの蚊帳の家。Thank you.
子の花火一択。やっぱもう大体愛子がね無双するんだよな、こういう時は。もう分かるの、分かるよ、誰が何と言おうと。やっぱねみんな愛子が好きなの。もうお前が優勝だわ愛子。お前何した、なんかドーピングしてる何のモテのドーピングしてるでしょ。私それ厳しいよ。保険かけるように申し訳ないんだけど、私本当に地声が鬼引くじゃないですか。だからちょっとアイコが出らん。うん、けどねそんなの言い訳に過ぎないんですよ。カサカサの声でも歌いますよ。私の膝小僧ぐらいカサカサですけど歌います。だから男の子来てください。天平っていうの、これ天秤の歌なんでのだってこれ何で、でもこれ男と女2人で歌う曲なんでしょ。これでデュエットした暁にはもうねこういう感じにはなるんでしょうね。じゃあうん、天なんとかの歌歌おうつって、あ、それデュエットする、あ、泣き虫でもデュエットしたら始まるよね何かしらね。うん、始めたい、誰かと始めたい。誰もデュエットしてくれる人がいないの。だから大粒の涙は出ます。ただいまより第1回大粒涙選手権を開催します。回答が男に歌われて落ちた。マジでわかるね。これ歌われたら私これもう普通に告白って受け取るし、で受け取った後にいやいやそんなんじゃないからもし距離取られたら警察に駆け込んで、すいません浦上警察署の人間ですよね、あのですねこの間カラオケに行ったら盗まれたんです、心を盗まれて、だから取り戻したいんですって言うよね。で警察にうんうん何言ってるの、とりあえず病院行こうかって言われたいもんね。ここから君も歌って夜空を向けて、もうすぐみたいな街を飛び越えて、君が想像したことないくらい眩しい世界を見せてあげる。王道だけど瞳を閉じて歌われて落ちました。昨日、昨日イエスタデイ、むちゃむちゃええー、やん、最高だよね。瞳を閉じてでも歌う男の子意外と少ないんだよ。だから歌われた時に私もめちゃめちゃグッとくる。で平井堅みたいにもうマイク食べてほしいもんね、盛り上がってきたら。食べたマイクは私がジップロックに入れて持って帰りますよ。はい、たとえ季節が僕を求め
斉藤和義ずっと好きだった、これはいい、これはめちゃめちゃ選曲いいわ、ナイスだわ。で今回この回答結構多かった。やっぱり和義は強いよね、いざという時の和義よ。やっぱり犬と猫と斉藤和義だけは俺らを裏切らないからね。うん、期待裏切らないから。こんなだって久々会った同級生とかに歌われてみ、ずっと好きだったのって聞いちゃうよね、こっちだって。俺たちのマドンナ、ママドンナだよねって言うよね。やばい、今ね、学生時代の自分の顔思い出してこの顔になってます。の Wherever You Are、 うわいいね、これいいね、私が高校生の頃ぐらいだな、この曲。これうまく歌われたらね、もう普通に接吻交渉に入りますよ、やすやすと。でもこれさ、英語の発音ちょっとうるせえな。これ歌う男は丸、この歌ね、めちゃくちゃいいの。うわー、センスいいわ、これ歌う男の人。優しいボイスで歌われた暁にはもう子守歌かなって言って寝ますもんね、そのまま。うん、今すっごい携帯を閉じる音が聞こえてるね。結婚してほしい、私結婚願望ないのにこの歌歌うとこの人にだけ結婚願望一瞬だけ湧く。うん、でも次の日には亡くなっている。君と初めて出会った日のこと、メロディーめちゃめちゃいい、これ歌う男の人マジで好き。てかやっぱりね、昔の曲を知ってる男の人私好きなんだよな、どうもどうにもこうにも。なんか今の若い人はもうランキング上位に攻め込むじゃんね。私はちょっとやっぱり昔の曲歌われたらグッとくるんだもんね。もう玉置浩二歌われたら私もう本当に感謝の意を込めて次の日白髪にしてくる。本当にね、本当だからね。聞こえてる。
します、何でもするからインスタはしたから。